1945年4月にフィンランド軍がケルンに旗を立てる、様子三国ケルンは、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドの国境が一点に接するポイント、及びそのポイントを示すモニュメントの名前である。三国国境の一例として知られている。1897年に、石のモニュメントが、ノルウェーとロシアの政府によって建造された。スウェーデン側は最初ノルウェー側と折り合いがつかず、 1901年まで、スウェーデンは石を提供しなかった。三国ケルンは、スウェーデンの最北端の場所であり、フィンランド本土の最西端の場所である。現在の三国ケルンは1926年に、建てられたもので、コンクリート製でベージュ色の水台である。ゴールデジャービー湖の縁から10メートルほど離れている。海抜489メートルであり、直径が約4メートルで、大きさが、 約14平方メートルである。三国ケルンには、キルピスヤルビから、マラストリクトネーチャーリザーブ内を徒歩で11キロメートル歩いてたどり着ける。夏には、キルピスヤルビから船が出ており、3キロメートル分だけ歩くだけで済む。ありがとうございます。